アフタヌーンティーは、イギリス発祥の喫茶習慣。紅茶とともに、軽食や菓子を取る習慣である。日本においては、英国の上流階級文化の製図の一つとして認識されている。そのため、単に飲食を楽しむだけのものではなく、社交の場として使われ、礼儀作法、室内装飾、家具調度、使用されている食器や飾られている花、 会話内容など広範な分野のセンスや知識、教養が要求されると思われている。しかし、現代の英国においては、上流階級から労働者階級まで広く普及した習慣であり、高級ホテルのティールームなど以外では気取った、礼儀作法や堅苦しい会話等々は無縁である。1840年頃に第7代ベッドフォード、公爵フランシス・ラッセルの夫人。 アンナマリア・ラッセルによって始められたとされる。イギリスにおいて、このような慣習が始まったのは女性向けの社交の場としてと、もう一つ、日本においては、一般的に、夕食時間とされる、時間帯は、感激やオペラ鑑賞や夜の社交などに当てられ、夕食を取るのが21時以降になるため、事前の腹ごしらえとしての意味がある。リッテンハウスホテルの、 アフタヌーンティーアフタヌーンティーは、食事に準ずる、または、食事を兼ねた、喫茶習慣である。ローティーとも呼ばれ、客間や居間など低いテーブルのある空間で提供された。現代では、ホテルやレストランで提供される形式も含め、アフタヌーンティーと呼ぶ。紅茶の他に、キュウリのサンドイッチなどの軽食や、スコーン、ケーキ類といった菓子が供される。さらに持った軽食。 歌詞が2から3段重ねのティースタンドに乗せられる。ティースタンドはアフタヌーンティーにおける象徴的なアイテムであるが、本来は狭いテーブルや低いテーブル上を有効に活用するために使われる。このため、ビュッフェ方式などの広いテーブルで行うアフタヌーンティーにティースタンドを使うことは、作法として避けられる。食事はサンドイッチ、スコーン、 ケーキなどのデザート類の順番で食べるのが礼儀とされている。キュウリのサンドイッチが上流階級の茶会の定番となったのは栄養価が低いキュウリを新鮮な状態で食べることはビクトリア朝時代では働かずとも農夫を従えて生活できる証だったからである。アフタヌーンティーに類する習慣にはさらに遅い時間のハイティーがある。ハイティーは本来食事としての意味合いが強く、 一般的に夕方5時から6時の蒸気由来欄に示されるような遅い時間の夕食の前に食事と共に茶など飲み物が提供されたもの。アフタヌーンティーが小さなラウンジテーブルや客間の低いテーブルで提供されるのに対しハイティーは食事用の高いテーブルで供されることからその名が来ている。本来夕方の喫茶であると同時に事実上の夕食でもあるため紅茶や サンドイッチなど簡素な軽食や菓子類のみならず、むしろ肉料理、魚料理の方が強される献立では、食事が主体である。このため、ミートティーの別名もある。正式なアフタヌーンティーを準備し行うことは労力を要するので、現代は簡略化して行われることがほとんどである。中村久し、観光コースでないロンドンイギリス2000年の歴史を、歩く公文券、2014年。 174ページ。ISBN 978から4から874985489。h i s t o r y o f h i g h t e a w h a t s c o o k i n g a m e r i c a n e t ロー w t b e ー a it was u ジ u a l l y taken in a sitting room or with drawing room where row tables were p l s ありがとうございます。